こんにちは。ニックネームはラファエロ。身長は高いですが腰は低い竹内京都です。この動画は就活生の皆さんのために作りました。それ以外の人は見てはいけませんよ。冗談です。さて、就活こと就職活動、長く険しい茨の道です。自分自身あがいてもがいて苦しんでようやく手に入れたのが企業からのお祈りメール。暑い中真っ黒なリクルートスーツに身を包み、高い交通費を払って気を使い、たまる疲労ストレス不安。ラファエロは就職活動で5キロ痩せました。就活ダイエット、痩せたい人にはいいかもしれませんね。自分のブラックコーヒーのように苦い経験を踏まえ、今を走り抜けている就活生の皆さんのためになればと思い、この動画を作りました。では、長ったらしい前置きはこの辺にして早速参りましょう。まずは定番のグループディスカッションから。企業から出されたお題に対してチームで一丸となって話し合う、それがグループディスカッションです。中でもネックなのが暗黙のルールである役割分担。自分自身役割など無視して突き進んだ結果、ここでも失敗してしまった人間です。なので動画をご覧の就活生の皆さんには、自分のように失敗しないよう一体どんな役割が存在するのかご紹介させていただきます。まずは絶対的カリスマから。司会リーダーです。リーダーの役割はお題から結論までチームを導き、話に参加できていない人に話を振るという非常に重要な役割です。なので今までの経験で部活の部長やサークル長などリーダーシップを経験の方はぜひ司会への立候補をお願いいたします。さらにはリーダーを支えるスペシャリストたち、時の支配者タイムキーパー。グループディスカッションには時間制限があります。残り時間10分になりましたといった具合に時間の伝令役が必要不可欠です。こちらは日頃から時間を大切にされている方におすすめです。さらには初期メンバーの意見を細かくメモし、自らもディスカッションに参加、口を動かして手も動かす、記録と会話の二刀流です。非常に難しい役割ではありますが、メモに自信のある方、初期に挑戦してみませんか。どの役職にも属さない無役は、人の話を目を見て耳を傾け、ホスピタリティ精神を持って聞き上手となってください。そして周囲が会話をしやすい雰囲気作りを心がけてください。今ご紹介した個性的なメンバーから成り立っているグループディスカッションなんですが、これはある身近なコミュニティに非常によく似ています。それがこちら、女子会。楽しい女子会をイメージしていただきたいんですけど、女子会に招集をかける絶対的なボスリーダーがいて、ボスの言うことにうんそうねと絶妙に相槌を打つサブボス、ボスとサブボスのやり取りにちょっと突っかかって入ってくるアンチテーゼな子がいて、何を考えてるんだか考えてないんだかよくわからない天然な子、そういった個性的なメンバーがいて成り立っているのが女子会であるグループディスカッションなんです。で、一体ここで何が言いたいのかというと、実際の選考、女子会のように楽しんでやれたグループはまとめて選考通過しています。なのでグループディスカッションは楽しんだ者勝ちということを覚えておいてください。そしてチームにうまくなじめず自分の意見を伝えられなかった悔しい思いをした人、安西先生の言葉を借りると、諦めたらそこで試合終了。就職活動グループディスカッション、諦めることを諦めてください。最後のチャンス、発表プレゼンテーション。チームで出た結論を最後に力強く発表プレゼンしてください。そして自分自身をとことんアピールしてください。就職活動、自分という名の商品を売り込むためのステージです。これでもかというぐらい貪欲に余すとこなく自分自身をアピールしましょう。そして今ご紹介した4つの役割、まずはこの中から1つできそうな役割を選んでください。全部をやろうとするとキリがないんで1つだけです。1つ選んでその道のプロフェッショナルとなってください。そしてチームのメンバーを導いてあげてください。引っ張ってあげてください。
就活生その他大勢だけにはならないでください。マザーテレサもこうおっしゃってます。実際の選考、自分よりすごいなって思う人たちたくさんいます。怖いくらい星の数ほど。そういった人たちに頼りたくなる気持ちはわかるんですけど、そこは抑えて自分自身を頼ってください。自分を信じてください。好きになってください。そうすれば就職活動もっとうまくいきます。そして実際の選考会場では企業からさまざまなお題が出されます。少しユニークなものをご紹介。モテる男とモテる女の条件とは。桃太郎物語鬼退治に一番貢献したのは誰でしょう。狩猟民族をベジタリアンにする方法を考えてくださいなどなど、一体こんなことを聞いて何になるのかとツッコミを入れ始めたらキリがないので、あまり深く考えるのはやめましょう。企業の人事の方々は今目の前にいる子たちが一体どんな性格でどんな価値観を持ったどんな子なのか、就活生としてではなく一人の人間として向き合っています。なので皆さんもあまり自分を作り込まずに、アナと雪の女王のようにありのままで就職活動を挑戦してください。冒頭で言いました、自分のように失敗しないようにと訂正します。思いっきり失敗してください。失敗を積み重ねて積み重ねて積み重ねて、失敗という名の踏み台に乗って手を伸ばしてようやく掴み取れるのが内定なんです。失敗と悔しさと恥ずかしさが人を成長させます。逆に失敗をしない唯一の人間っていうのは何もしない人のことだからね。学生社会人この世界では何もしないことが一番大きなリスクになるんです。いい？それに就職活動に必要なものはピカピカに磨いたパンプスやシワのないスーツだけじゃないんです。夢と根拠のない自信、それがあれば大丈夫です。全てはそこから始まります。なので黒いレザーのバッグに自分の履歴書を詰めて、自分の心に自信と勇気を詰め込んで選考会場まで歩いてください。そして自分自身を成長させてください。そして成功をつかみ取ってください。そしてまた困った時には NNS、 内定者の内定者による就活イベントがあるんで、検索してみて参加してみてください。きっと皆さんの力になってくれます。さてラファエロの厚かましく長い講義はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。ありがとうございます。